帰ったやん。はいはい。ありがとうございました。客席さんのお客様はご着席ください。Thank you.
御礼に参加して藤田ピッチャーは藤田背番号13
ゴリフの人で。いやー、うん、センターの方が見やすいでしょ。試合終了でございます。ご覧のように16対2で石川のヨーサイズが勝ちました。勝利投手近藤7勝3敗、敗戦投手滝山1勝1敗、以上でございます。ヒーローの皆さんにお越しいただきました。皆さん、今日の勝利おめでとうございます。まずは、1位勝ち越しのホームラン、小宮山陽平選手です。ありがとうございます。打った感触はいかがでしたか？完璧でした。完璧でした。本当本当。どういう心境で打席にあの場面入りましたか？田中が1個まで出たんで、なんか田中まで返したいなみたいな気持ちはありました、ね。はい、その中でしっかりと捉えて逆転の3ラン、はい、ですね。分かりました。今季6号、はい、これから先あと残り試合少なくなってきましたが何本までいけるかね。10本でいきます。はい、10本だそうです。それでは最後にファンの皆さんに一言、この勝利を、まあ、僕ら勢い使ってどんどんこれから勝っていきたいと思うんで、みんな応援よろしくお願いします。以上、小宮山選手でした。次に本日誕生日、藤田豪樹投手です。ありがとうございます。おめでとうございます。バースデー登板となりましたが、今日の登板いかがでしたか？はい、先発ピッチャーの近藤さんがものすごく気合が入っていたんで、何としても近藤さんに勝ち投手がつくようにっていう気持ちでしか投げてません。大変ありがたいですね。もうすごいごますりです。素晴らしいですね、本当に。今日2イニング1回無失点入りましたけど、はい、マウンド入る前どういう心境で入りましたか？もうとりあえず近藤さんに勝ちがついてほしいなと。多分それだけです。じゃあ今日で何歳になりました？23。これからどういう年にしていきたいですか、この1年？周りに愛される人になりたいと思っています。最後にファンの皆さんにどうぞお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。以上、藤田豪樹投手でした。続きまして、猛打賞、楠林選手です。本日3安打、今日試合入る前どういう心境が入りましたか？そうですね、まあ、積極的にどんどんバットを出して行こうかなと思ってございます。そうですね、今年もう残り試合少ないですが、キャプテンとしてこれからどういうふうに試合に臨んでいきたいですか？そうですね、残り少ないですけど、まあ、全部勝つつもりで、まあ、しっかりチーム全員で最後まで走り抜けてやっていけるように頑張っていきたいと思います。最後にファンの皆さんに一言お願いします。残り少ないですけど、まあ、金沢でのゲームも多いので、しっかり野球場に足を運んでいただいて、応援していただいて、僕たちの勝ちを多く見ていただけたらと思います。以上、楠林選手でした。最後に地元石川県出身、はい、本日猛打賞そして5打点、中川光大選手です。はい、あの今日どういった気持ちで試合に入りましたか？はい、あ、そうですね、今日久しぶりのスタメンだったんで、とりあえず、まあ、野球楽しもうという気持ちで、ゲームに臨みました。そうですね、ここ最近自身の調子はどうですか？はそうですね、良くはないんですけど悪くもない感じですね。はい、
じゃあ残り試合少ないですが、はい、どういう風に入っていきたいですか、これからの試合。はい、そうですね、今この勝ちで、チーム自体もしっかり突き上がってるんで、この流れ崩さずに、しっかりと自分もその波に乗っていけるように、ゲームに臨んでいきたいと思います。では最後、地元石川県のファンの皆さんに一言お願いします。はい、地元の選手結構僕の他にもいっぱいいるんですけど、しっかりと皆さん活躍してますんで、これからも応援お願いします。以上、中川光大選手でした。本田さん7勝目です、おめでとうございます。ありがとうございます。以上です。以上です。実は自己最多でした。ありがとうございます。